マロースティカは、イタリア共和国ベネト州ビチェンツァ県にある、人口約1万4千人の基礎自治体。2年に一度、人間チェスが行われることで知られており、チェスの町とも呼ばれる。サクランボの産地でもあり、マロースティカのサクランボは、原産地名称保護制度の一種である地理的表示の指定を受けている。日本語文献では、マロースティカと記されることもある。 イタリア政府観光局でも、マロスティカを採用している、標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。ビチェンツァ県外略図ビチェンツァ県北東部、アジア語高原のふもとにあるコムーネ。県とビチェンツァの北東、約2 4トル、州都ベネツィアの北西約6 1トルに位置する。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。10世紀の初め。 アジア語高原の村々や、ティエネ、ブレガンツェと共に、皇帝ベレンガーリオ一世から、パドバの死教に寄進された。11世紀から13世紀にかけて、この地域は、ベネトの有力な家門、エッツェリーニ家の影響下に置かれた。1260年に、エッツェリーニ家が敗北すると、マロースティカは、ベネツヤ共和国に編入された。マロースティカには、以下の分離集落がある。 カステロ広場から来た。奥の山城の城がカステッドスペリオーレ。カステロ広場の南側に面したカステッド、インフェリオーレ偶数年の9月第2週の週末、歴史的な装束に身を包んだ人間が地図の駒を演じる人間チェスのゲームが行われることで知られている。550人以上の参加者が歴史的な衣装を着用し、花火なども打ち上げられて、 盛大に行われるイベントである。なお、チェスの駒を動かす。際の指示は、イニシエの最も高貴な共和国ベネツヤの言語で行われる。会場となるカステロ・インフェリオーレ前のカステロ広場には、チェスボードの一末模様がタイルで作られており、チェス広場とも呼ばれる。人間チェスは、1454年に行われた大戦に由来すると、由緒付けられて説明される。 しかし、口述の通りこれは、史実ではなく、20世紀に始まった行事である。マロースティカの、コスチュームを着た人間が駒を演じるチェスは、第一次世界大戦後の1923年、地元のチェスクラブのメンバーが、街の広場で行ったことに始まるが、当初はシンプルなものであった。第二次世界大戦後、喜劇作家、ミルコ・ベセティッシュは、マロースティカの上司の娘、 ディオノオラに求婚する二人の若い貴族の物語を書いた。1954年、この物語の筋書きに沿い、イベントとしての人間チェスが初めて行われた。このイベントは成功を収め、世界のメディアにも広く報じられた。1958年には、ブリュッセル万国博覧会で、イタリアの歴史と文化を表現するパフォーマンスとして演じられている。以後、 マロースティカの人間チェスは世界のいくつかの都市に出張している。この街ではほぼ毎日曜日に何かしらの行事が行われる。毎月第1日には街のカステル広場とマッツイーニ通りでアンティークマーケットが立つ。5月の終わりにはサクラんぼ祭りが開催される。また、ユマリスティエ・マーラスティカという美術展が1969年から毎年春に開かれている。 また6月第2日曜日にはカステッドスペリオーレからカステッドインフェリオーレへ2人乗りの自動車を走らせるケテラが開催されている。10月には町の守護聖人である聖誌門を記念する伝統的な祭事が行われるプロスペロアルピーニの家。ありがとうございます。